イビチャ・オシム、ユーゴスラビア、現ボスニア・ヘルツコビナ出身、サッカー選手、サッカー指導者、ユーゴスラビアの最後の代表監督、日本でもジェフユナイテッド市原、千葉、日本代表監督を務めました。日本で指揮を執った監督の中で、指折りのワールドクラスの監督でした。今は亡きユーゴスラビアの代表監督を務めましたが、当時のユーゴスラビアは、東欧のブラジルと称されるほどのタレント軍団。難しい国内事情がありながら、オシムだからこそ束ねられたと言われております。しかしユーゴスラビアは、残酷な戦争による民族分裂の悲劇を迎えることとなります。悲劇の渦中で指揮を執ったオシム。オシムはサッカー監督というより、まるで哲学者のようになっていきました。本人は教育者という認識があったようです。そんなオシムが発せられた言葉は、オシム語録と言われ、サッカー界のみならず、一般紙や教育の現場などでも話題を呼びました。それでは私が気に入っているオシム語録をいくつか紹介しましょう。ライオンに追われたウサギが肉離れをしますか？追いつこうと思うから離されるのだ。トップの選手はシンプルにプレーし、それが一番美しい。サッカーの法則でいいプレーをしているときは勝てないものだ。サッカーの試合は一人で成立しない、人生も同じ。そして私が一番気に入っているオシム語録はこれです。勝たなければならない試合などない。試合前に選手にこの発言をしたと聞いて私はのけぞるほど驚きました。こんなことを言う監督は後にも先にもオシム以外知りません。普通は試合前に監督が言う選手への発言は、絶対に負けるな、気合い入れてけ。このような発言で選手を締めるのがお決まりのパターン。それが勝たなければならない試合などない。全く信じられません。もし自分が監督なら選手にこのような発言ができるでしょうか。私はオシムは物が違うと思いました。オシムは日本代表監督であったとある時、脳梗塞で倒れました。一命は取り留めましたが、監督続行は不可能となり、残念ながら退任。回復後、記者会見を行いました。ここでもオシム語録です。あちらの世界に行って戻ってまいりました。心残りなのはオシムが日本代表を率いたワールドカップが見られなかったことです。本当に惜しみます。本当に惜しむ。まさに惜しむ。イビチャ・オシムでした。